皆さんこんにちは。今回は、サルモール大使館で暴れてみたいと思います。サルモール大使館はソリチュードの西にある建物です。スカイリムでのタロス崇拝の禁止を徹底させることで、帝国軍とストームクローク軍の戦争が激化するように、裏で扇動する役割を持っています。そんなサルモール大使館は、クエスト専用の場所で、普段は行くことができません。プレイヤーはメインクエストの一つ、外交特権でこの場所を訪れることになります。この時、サルモール大使館では、スカイリムの権力者たちを集めての、パーティーが行われています。プレイヤーも客人の一人に扮して参加するため、武器が持ち込めず、攻撃も禁止されているので、ここで暴れた人は少ないのではないでしょうか。ということで、サルモール大使館で暴れるとどうなるのか、検証していきたいと思います。パーティー会場では攻撃ができない仕様になっているので、まず、これを解除していきます。会場で騒ぎを起こして、その隙に厨房に入り、所持品を回収します。本来ならこのまま大使館内部に潜入していくのですが、パーティー会場に戻ります。一度厨房に入ると、このドアはロックされてしまい、会場に戻ることはできないのですが、木のサラバグを利用して、このドアを貫通していきます。木の皿は厨房のテーブルに置いてあります。木の皿を地面に落として拾い、目線の高さに持っていきます。そのままドアにダッシュしドアを貫通していきます。貫通しました。パーティー会場に戻ると、攻撃の制限が解除されています。いよいよこれで暴れられるようになりました。最初はシンプルに、揺るぎなき力を使って、パーティーをぶち壊してみたいと思います。問題に取り組むことだけの話。その意味なんて一体何なんだ。よし、やらない。お願い、ビットリア。会ってほしい人がいる。どうやら、潜入クエストであっても、ゲームオーバーという形にはならないようです。そのままゲームが進行しています。当たり前ですが、吹き飛ばした人間は怒って攻撃してきます。スカイリムの上級国民というだけあって、下級兵士よりも飛ばしがいがあります。そして君、何持ってんの？お前じゃねえババア。ゴブレットの持ち方、独特じゃない？それどうやって飲むの？飲む瞬間に串刺しにならない？ああ、串刺しになってるのはゴブレットの方か。次は、パーティー会場から死人が出た時の、参加者の反応を検証していきます。やり方は、釣りで毒を忍ばせて、静かに死人を出します。今回の犠牲者はオンドルマール。彼はハイエルフでサルモールの一員です。プレイヤーに損害を与えるような、サルモールの構成員は、犠牲者にふさわしいでしょう。ビットリア。毒を忍ばせてダメージを与えていきます。お願いだ、助けてくれ。ここにいるオルサスを許してあげてほしいの。一応、オンドルマールの断末魔に反応はしますが、近寄ってコメントしたりはしないようです。ウィンターホールドのあの魔術師たちは、スカイリムにドラゴンが何匹いるか解明しようとしていたそうよ。この後もしばらく様子を見ましたが、特にオンドルマールの死体にコメントはなく、その後も、何事もなかったかのように、参加者同士で会話をしていました。さすがこのパーティーに招待されるだけの人たち、肝が据わっています。次は、会場内に巨人を4体ほど投入して、パーティーをぶち壊していきたいと思います。お前の魔女だ。
構成員やスカイリムの入力者が集まるこのサルモール大使館も巨人を4体ほど投下すれば落ちるようです。あれ？サルモール楽勝じゃね？実は簡単に倒せるんじゃ。ということで最後はサルモールの蛮行に最もイラついている男ウルフリップをサルモール大使館にご招待して終わりたいと思います。ちなみにこのパーティーの参加者は全員が帝国側の人間であり、ウルフリックとは敵対しています。さらに上級王トリグの妻公平なエリシフも参加しており、夫のトリグを殺したウルフリックに対して並々ならぬ恨みを持っているはずです。そのような場所にウルフリックを投下したらどうなるのか検証したいと思います。ウルフリックはコンソールを使って召喚します。コンソールを開いてコードを入れて確定、これで召喚されるはずです。え？みんな無視？ウルフリックちょ、お前まさか。ああ。最近何か面白い噂を聞かないか？そういえばこの間結構面白い話を聞いた。はい、ということでウルフリックは帰ってしまいました。参加者のみんなもウルフリックと敵対関係にあるので乱闘が起こるだろうと思っていたのですが、まさかの無視でした。今回はサルモール大使館で暴れるとどうなるのか検証してみました。それでは皆様、本日はサルモール主催のパーティーにお集まりいただきまして誠にありがとうございました。今後もより一層スカイリムを支配、もといスカイリムの繁栄のために尽力していきたいと思います。お忘れ物の内容を気をつけてお帰りください。ではご視聴ありがとうございました。